桜先生こんにちは。最近は随分暖かくなりましたね。私は寒いのが苦手なので今の季節が一番好きです。今学期はとても充実していました。専攻を日本語に変えたので今までの学期より楽しく学生生活を過ごすことができました。私は本を読むのが大好きなので小野先生の文学のクラスでたくさんの本を紹介してもらって嬉しかったです。昨日図書館へ行った時英語バージョンの土佐日記を見つけたので夏休み中に読むつもりです。夏休みは日本へ帰る予定だったのですが放射線のこともあって家族から冬休みに帰ってくるように言われたのでこっちで夏休みをすごくすことになりそうです。私はアメリカに来て以来毎年夏は日本に帰っていたのですが去年お金を貯めるために日本へ帰らなかったことをすごく後悔しています。でもくよくよしていたらせっかくの夏休みも楽しくなくなってしまうのでたくさんバイトをして冬休みは絶対日本に帰れるように頑張りたいと思います。先生も良い夏休みをお過ごしください。